調整、ロケット、調整、調整、チャンジャンロケットは中国の人工衛星打ち上げロケットである。名称は中国共産党の調整の故事にちなんだもの。中国語名称の頭文字を取って CZXX と表記するほか、英語名称のロングマーチから LMXX とも表記することがある。調整1号は、短弾式の東風3号、 DF-3 型 IRBM に第2弾を付加し射程を伸ばした、東風4号、DF-4 型 IRBM をベースとして、第3弾に固体燃料モーターを搭載し、人工衛星打ち上げ用に開発された。調整2号は、東風5号、DF-5 型 ICBM をベースに、人工衛星打ち上げ用に回収を行ったもので、あるとされるが、 DF-5 の開発遅延や中国発の有人ロケットとして設計された風、某1号の先行もあり、これら3機種は並行開発されたと見るのが適切である。これ以降、調整4号系列までの調整ロケットは全て調整2号 A からの改良型であるが、調整5号は調整4号までとは大きく異なり、液体水素と液体酸素を推進剤として使用する。 メインエンジンを採用、利消水力を稼ぐため、ケロシンと液体酸素を推進剤として用いる新開発の液体ロケットブースターを併用するとされている。後日の事故もあったが、2014年12月時点で200機以上の打ち上げに成功しており、100機目以降の打ち上げに、限れば打ち上げ成功率は世界最高である。2015年以降の打ち上げを目指している。 大型ロケット調整5号をベースにして、小型の調整6号と中型の調整7号も開発中である。さらには衛星打ち上げ用としては中国発となる個体ロケットの調整11号も開発されており、2016年の初打ち上げを目標にしている。さらにはサターン V ロケットを超える130トンもの打ち上げ能力を持つ、 超大型の調整9号ロケットの開発も検討されている。ソ連から中国への技術導入は、ヤンゲリ設計局、王国部 -586 の技術陣によって1957年12月24日から行われ、中祖対立の進行によってソ連共産党、指導部による技術陣の引き上げが完了する1960年6月で2年半続いた。 この期間は R-1 や R-2、R-5 といった部位にロケット系統の IRBM の技術移転が行われ、これらを国産化した東風1号 DF-1 型 MRBM と東風2号 DF-2 型 MRBM の開発が行われたのみでった。中国は技術人引上げ後にヤンゲリ設計局が開発した R-12 型 RBM の技術移転を求めたものの要求は拒否されている。このような背景から調整1号ロケットのベースとなった DF-3 の計画は1964年から独自開発という形で開始されることとなった。DF-3 で使用された UF-1 エンジンの燃料供給系は部位にロケット直径の作りであり、 R-12 の RD-214、エンジンにおけるバレンティングルシコの手による、この時期のソ連製エンジン特有の構造とは全く異なる構造である。フーボー1号、調整2号、DF-5 は DF-3 や、DF-4 と、同様1964年から開発が開始された。独自開発した。 それまでの2倍強の水力を持つエンジンを搭載し、構造材へアルミニウム合金を採用、デジタル式の姿勢、誘導制御装置の搭載、推進材タンクの自己加圧など新規技術が多数導入されており、それまでの調整1号とは一線を画したものとなった。これらのロケットの開発においては1935年に、渡米し1955年に帰国した千0 0が、 中心的な役割を果たした。センマナブモリは、セオドア・フォン・カルマンの助手も務めたアメリカにおける初期の弾道ミサイル制御研究の第一人者であり、ジェット推進研究所、JPL の共同設立者の一人でもある。調整1号の初飛行は1970年で、同国発の人工衛星、東方クレナ1号を軌道に乗せ、世界で5番目の衛星打ち上げ国となった。 2003年10月15日に、有人宇宙船、新宿5号の打ち上げに用いられた、調整 2F 型は、低軌道人工衛星打上げに用いられる調整に、E 型の信頼性を向上させ、非常脱出装置などの有人支援機能を、追加したのである。レオへの最大搭載能力は 9200kg、調整 2E、G とへの最大搭載能力は 5200kg、 調整3バイトである。後継機種である調整5号のバリエーションは将来的により多くの打ち上げ能力持つとされている。調整1号系列の第1弾では赤炎症酸とオブの組み合わせを使用し、最上段に固体燃料ロケットを使用しているが、その他の調整ロケットのメインステージ及びブースターでは常温で保存可能なノート DMH を推進剤として使用している。 例外として、調整3号シリーズの上段、第3弾は、液体水素と液体酸素 LH2、ロックスを燃料とする UF-73、UF-75 エンジンを使用している。調整5号はそれまでのロケットとは全く異なるものとなっており、液体酸素を酸化剤とし、ゲロシンや液体水素を燃料として用いる。中国国内に存在する下記4つの発射場を、 利用する、調整ロケットを用いた商業打ち上げの大半は、四川省最小市にある最小衛星発射センターから打ち上げられている。海南島の海南衛星発射センターは、拡張中であり、将来的には主要な商業打ち上げ用の車上になると考えられる。軍事目的の打ち上げは、甘粛省内モンゴル自治区の境の主戦衛星発射センターからも行われ、 有人宇宙船、新州の打ち上げもこの車上から行われた。太原衛星発射センターは、山西省にあり、太陽同期軌道への衛星打ち上げに集中して、利用されている。中国の商業打ち上げサービスは中国、長城工業講師が管理している。1990年代中盤、アメリカ合衆国は、中国の軍事研究に利用されることを恐れて、 中国製ロケットによる企業の衛星打ち上げを禁止したため、中国の通信衛星打ち上げサービスは大打撃を受けた。この問題に直面したタレス・アレニアスペース社は、チャイナサット -6B 衛星の製造にあたって、アメリカ製部品を全く使わずに済ませた。そのためこの衛星は、アメリカの武器輸出規制に抵触することなく、中国製ロケットで打ち上げることができるようになった。 この打ち上げは2007年7月5日、調整3倍とロケットで行われ、成功した。1970年以降80回以上の打ち上げ、成功を誇る調整シリーズだが、大きな犠牲の上に開発されてきた歴史も無視できない。1995年1月26日に、最小衛星発射センターより打ち上げられた、調整 2E 型は打ち上げ直後に爆発し、 少なくとも20人が死亡している。1996年2月14日には、インテルサット7 0 8を搭載し、最小衛星発射センターより打ち上げられた、調整3バイト型1号機が打ち上げ直後に機体が傾き出し、コントロールを失い、そのまま近くの村に落下した。進化社は、その後報道で死亡者6名、負傷者57名と発表した。 しかし当時撮影された墜落現場の映像用粒や目撃上限などから中国政府は否定しており真相は明らかになっていない現地にいた米国人技術者の目撃談などをもとにまとめた記事によれば打ち上げ9秒後に機体が水平方向に傾き打ち上げ22秒後にロケットは三腹に激突した衛星を搭載した部分はその少し前に荷重に 耐えられなくなってちぎれ落下した。衛星組み立て胸から見学していたアメリカ人技術者たちのところにも爆発の衝撃波が及びガラスの破片が飛び散った。幸い、有毒ガスは検知されず風で流された。ロケットが落下した場所は宇宙センターのゲートの隣で、その場所には打ち上げ前に数百人の村人たちが集まって見学ていたところだった。 中国当局者は打ち上げ前には彼らを全員退避させたと語った。ホテルなどがある居住地域に戻ると損傷を受けていない建物はなかった。ホテルに入るとすべての部屋の窓やドアは吹き飛ばされており壁にも穴が開いていた。多数の救急車以外にもこのアメリカ人技術者たちは米国製の衛星の破片が中国側に渡らないよう数週間かけて 残骸の回収を行った。2週間後、中国の新聞は、この事故の死亡者は6人、負傷者は57人であったと発表した。その教訓をもとに、各部の改善を進め、1996年10月20日から2009年4月22日まで、シリーズ全体で75回連続成功した。北京時間2009年8月31日17時28分。 日本時間18時28分、四川省の最小衛星発射センターから、インドネシアの通信会社インドサット社の通信衛星、パラパディを乗せた、調整3号 B ロケットを打ち上げ剤には、第3弾の再着火時のトラブルにより、所定の軌道への投入に失敗した。だが、衛星側のエンジンを使うことで、パラパディは3日後には、自力で、予定の静止トランスファ軌道、 g コーテを高度に到達し、10日後には予定された、静止軌道にあることが発表された。ただし、軌道投入のために燃料を予定より消費したことで、静止衛星としての寿命が短くなったと見込まれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。